皆さんこんばんは、ジュゴンです。ということで今回もウイデ2020最新情報をお伝えしていこうと思います。はい、ということでですね、今回も総合値の話するんですけど、ペスリーグハイライトで、今夜もね、動画が上がっていました。今回は、リバプールのね、総合値が、出ていたのでそちら紹介します。はい、ということでですね、ちょっと前に、まとめてね、総合値紹介したんですけど、大体合っていたので、まあ一応ね紹介はしますが、さらっとね流していきます。はい、ということでまず表にまとめたのがまあこんな感じです。はい、そちらのペスリーグのねハイライトの動画にね出てない選手も中にはいますが、はい、上から見ていきましょう。ゴールキーパーアリソンはやはり3上がって90、雷のね昇格ということになりそうです。アリソン来ましたね、雷まで。はい、ということで続いてミニョレ、こちらの選手は、ペスリーグハイライトでは紹介されてなかったかな。ただまあ1下がって78ですね。で続いてセンターバック、ファンダイクが、4上がって91、雷に昇格と。はい、こちらの選手もやはりね、少し前の動画で紹介した通り、総合値は91のようです。はい、続いてマティップ、こちらが1上がって83、ジョゴメスが2上がって82、ロブレンは81ということでステイですね。はい、続いてアーノルド、こちらが4上がって84、ということで、まあ、金のね一番高い、総合値になっています。なのでまあ活躍次第では、まあ、2020の途中黒になる可能性もありますし、まあ来作ね黒になる可能性もね十分秘めておりますね。はい、続いて左サイドバックロバートソンが3上がって85ということで、こちらもね黒昇格きましたね。はい、で続いてアルベルト・モレロスかな、はい、こちらが1下がって77です。続いて DMF のファビーニョ、こちらも1上がって85ということで、黒にね、昇格しております。はい、続いてミッドフィルダー、というか、CMF 行きましょう。ここ登録が多いんですが、まずはヘンダーソンが3上がって84ですね。この選手もね結構上がっておりますが、もともとは、DMF だったんですかね。はい、今作から、CMF にね変わるようです。続いてワイナルダムが、83から84ということで、1上がっています。続いてナビゲーターが83のままということで、こちらはステイですね。はい、続いてミルナーが2上がって83になります。はい、続いてチェンバレンが82から82ということで、こちらはステイに、ね、なりますと。はい、続いてララーナですね、こちらが、残念ながら2下がってしまって、79ということで、こちらはちょっと銀降格にね残念ながらなってしまったという感じですね。はい、続いてシャキリ、こちらが1上がって、総合値は83ということで、レアリティとかは変わらないんですが、総合値は上がっています。でウッドバーンは、総合値は70ということで、ちょっと前作のね、データがなかったということで比較できないんですが、銅玉ですね。はい、続いてがサラ、こちらがね、前回の動画では、登録に置かれていなかったためにね、総合値が、どうなのかという話だったんですが、やはりね右ウィングのままでしたね。はい、ということで、前回の動画では自分ちょっと左、ね、ポジションが変わるのじゃないかみたいな話をしてたんですが、変わらなかったということで、総合値は90ということで、ステイになります。で少し前の動画で、まあ、サラの、ね、能力は出しているので、気になる方はそちらをご覧ください。はい、続いてマネ、こちらが、右ウィングに、ね、なるんじゃないかなという動画を、ね、作ったんですが、残念ながら左ウィングのままでした。総合値は1上がって89ですね。こちらも、総合値が上がったということで、まあ昨シーズンの活躍からすると、まあ、総合値は上がって、まあ、当然かなと思います。はい、続いて最後はセンターフォワード陣ですね。まずはフィルミーノ、こちらが1上がって87で、続いてオリギが1上がって、79ということで、まあ残念ながらね銀にとどまってしまいましたが、はい、前半のね活躍次第ではまあ途中で金でね上がることも可能な
位置にいます。はい、続いてがスターリッチ、こちらが1下がってしまって、78という感じになります。はい、ということでですね、総合値の方、まあ全て紹介したんですけど、少し前に挙げた、総合値とねほぼ変わっていません。変わったのは、登録に置かれていなかった、サラーとマネのみなので、まあその辺だけなんで、いやまああのデータやはりね合ってるんじゃないかなと思ってしまいますね。はい、その動画ではまあシティだったりチェルシーだったり、あとトッテナムとか、アトレチコとかもね紹介してるんですけど、もしかするとまあペスリーグハイライトのね方でも、そちらの4クラブね、この感じだと出てくるんじゃないかなと思いますので、まあ出てきたら、動画にしていこうと思います。はい、ということで今回の動画はここまでです。まだチャンネル登録をされていない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで高評価もぜひよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。